はい、皆さんこんにちは、ゲーミーズのシロです。はい、皆さんこんにちは、ナウシカのです。はい、はい、今回ですね、はい、来週、うん、まあもうこれちょっと来週上げてるかもしれないですけど、ね、うん、ハイランドスカルドラゴンが、はい、はい、ランチミッションでね、はい、の企画として、ね、うん、6月8日水曜日の12時から、はい、降臨します。でこれがね、はい、あれなんですよ、ついに来た、ね、ついにね、言われたね、星5以下制限クエスト、はい、うん、星5から連れてきて、星5以下のキャラのみ挑戦可能、うんうん、まあ、当然ね、ガチャゲンの進化前だったり、まあ星5で止まるモンスターだったりがね、全て使えると思います、うん、でまあ、これに先立ってね、はい、何がいいのと、うん、改めてね、そう、うん、星そう皆さ ん, ん、ね、そうそう、うん、星5、6だったらもう皆さんね、うん、頭にすぐパッと浮かぶと思うんですよ、氷が来るたびに、ね、うん、まあ、目星がね、つくとは思うんですけど、まあ、いざね、はいはいはい、星5以下制限クエスト、うん、来るとどれいたっけなみたいな、確かにわかんないで、しかも星4号多いからね、はい、星4号って星5、ね、かなり多いね、星5、6の進化前も含まれますし、うん、4、5のね進化も含まれるんで、うん、まあ多いと思うんですよ、うん、だから、とりあえずね、はい、ハイランドスカルドラゴンに使えそうなのを今日ちょっとね僕らでピックアップねしていこうかなと思います、うん、はい、はい、で相手じゃねえわ、そのスカルドラゴンさんが、うん、貴属性、そう、貴族ですね。でドラゴン族、多分ね、多分ドラゴン、はい、おそらくドラゴン、まだこれは言われ、うんうん、出てないですけど、まあドラゴンでしょう、そうそう、予想はね、まあエメラルドドラゴンみたいにね、そうそう、まあ、これでね、そうそう、でもこいつなんか、うん、ロボ進化前のねイラストも載ってるんですけど、ロボット感もあるね、うん、どっちかなんですよね、どっちか、はい、まあなんかでもまあどっちにしろまあね、うん、貴族性ではあるんで、はいはいはい、ちょっとじゃあまあ弁護士のまで行ってみましょう、はい、で今回は、まあ、あまりにも多いんで非属性を紹介するんです。そうですね、非属性とあとね、はい、うん、めぼしいから、まあ、めぼしい、まあ、あと最後行っていこうかな、うん、まあとりあえずじゃあ非属性からこいつじゃあいきます。はい、はい、イキさん、イキさん、はい、まあね、うん、まあ、セントセイヤコラボのねコラボキャラですけど、はい、アビリティがまあ優秀、うん、優秀だね、で SS も強いし白バックなんで、うん、ダメオが出ればね普通についていけると思う、普通についていけるね、うん、まあ、でもそんなにね星4号ってぐらいだから難易度をバカ高くしてくるってことはねおそらくないんじゃないかと、まあ自分もそう思う、うん、だからね、まあお試しじゃないですか最初の声援なんで、そう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 、だから、うん、言うてなんかね、うん、まあ極みとか極みと究極の間ぐらいの難易度なんじゃないかな。そんな簡単ですか？あ、マジ？あ、あれそれ簡単？そんな簡単なの？あ、究極と極みの間、うん、あ、え、究極から超絶の間じゃないですか？マジ？そんなむずい？それむずくね？むずいか。まあわかんないけど、まあね、うん、こいつ優秀なんでね、はい、まあギミックまだは全然わかんないですけど、はいはいはい、まあ、ダメを出れば十分入れれるレベル、ね、うん、まあこれと一緒のフレイヤさんもいけるよ、ね、そう、フレイヤーも、ね、うん、フレイヤーも一緒だから後々、はい、あとは、はい、こいつじゃないよ、セイントセイヤで来てたやつはねはいはい、はい、どれも確かにギミ、アビリティがやばいっすよ。この子さ、ロボットだったら超強いじゃん。そう、でもこいつの SS 茶番だからな本当やばいっすよ。あとまあ毒に特化しますね、はい、こいつはね。そうですね、だからサソリとかもし出れば、うん、ワンチャンあるけど、はい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 、でそう、まあ、アフロディーテもそうですし、うん、あとこいつアジンキラコブツキラワンチュアップなんでね、まあ、でもこれ制限クエストのフラグだったのかもしれないですよね。いや本当それなんか言われてたからね、うん、なんか、うん、セイントセイヤの星5が全部進化させなくていいし、うん、アビリティどれも優秀っていうか、うん、どれもね、はいはいはい、アビリティがすごいなんか刺さる、うん、特徴的なねアビリティ持ちが多かったん で、ね、ミロも全然ある。絶対みんな手に入りますよね。そうそう、手に入る1体は絶対ね皆さん持ってると思うんで、うん、はい、まあ、今始めたとかしなければ、ね、そうそうそう、きっと持ってるはず。じゃあ次、うん、メモシーの、メモシーの、まあすみません、これ、ね、こいつっす。こいつはやばいでしょこいつはやばい間違いないって言っていいと思う、うん、こいつはこいつはとりあえず1体入れるかな、うん、自分最初、うん、初見でも下手したらねこいつ潰すためにね重力バリアとかガチガチにしてくるまで考えられる、うん、ってぐらいこいつはやばい。まあでもそれでもねこいつ別に1体入れて周り重力で固めればいい話なんで、うんうん、こいつはね本当にやばいからこいつ星6だからもう、まあ、活躍大、うん、ない、活躍できる可能性大大大星5で表しますから、うん、これ星5、星5、うん、あでも星やんかいか、はい、まあこれもねエヴァ引いてる人は、まあ、1体ぐらいはね、はい、そうね出てるんじゃないかなと、うん、まあ持ってる可能性がね多いんで。でもやっぱツイッターとかでね絡んでる方はね、うん、結構やっぱ持ってないって方が多かった。あ、そうなんだよね、うん、まあ、その辺からね、うん、初めて引かなかったら確かにないですね。あとエナ、はい、エナこれも、ね、こいつも地味にね、うん、まあ、マイスロボットキラーなんでね、うん、そう今回ハイランドスカイドラゴンの進化化はちょっと、ロボット感もあるんで、うん、ロボットっぽいか、そう、うん、
もしかするとね、そう、もしかしたらあるかもしれない。この子ね、フレンドガチャで出されるだけ出されてね、そう何も使わない、何もなかったねだからここでね、イラストコンテストでそう選ばれたかやつですけど、うん、まあイラストは可愛い、はい、持ってる方は育ってるといいかもしれない。そう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 。で次、はい、こいつもまあ、すいません、限定にはなるんですけど、はい、これ昔っすよ、ね、そう昔、これ自分持ってないっすもん。マゾッキラ M の、ロッコンワンワンなんですよね。そう、これロッコンワンワンがね、で乗るんでね、乗るんでってやばい、うん、まあ魔族じゃないとは思いますけど、はいはいはい、ドラゴンはね、でもザコにね、魔族、うん、確かに一種類は多分出てくると思う一種類少なくても、ね、引くでも、はい、ねえ、うん、普通にダメージソースとして使えると思いますよ。まあギミックが出ればね、ちょっと使いづらいかもしれないけど、クマ、うんね、さんスターマインですからね、ワンチャンある。そう、16ターンで言ってるし、うん、ねこれいいっすね、放題。そうそう、これ自分作ったんだよね、うん、これ可愛いから持ってるって人多いかもしれない。そうそう。で今回のね、ダークホース、うん、ダークホース豪気進化も、これね、これ超ダークホース、これ育てないといけない。そう、これ自分ねレベルしちゃうけどあれっつって、ドラゴンこいつあるよっつって、あ、キロあるやん。そうそうそうしかも、もう10分前ぐらい、しかも SS 進化後より強くね触れた時全ていいじゃんって、ね、でもこいつねほとんど動かないと思う。キラーノル波動拳がすごいいいんじゃないか。そうだよね、ドラゴンだったら、うん、でね、属性倍率も乗るから、うん、そう、あ、こいつちょっと期待できる、うん、もうね、進化後しかいないね、私は。期待できるね、こいつは期待できる、うん、意外に進化後の、はい、あ、進化の方がね、ボーレーも自分好きなんですよ、はい、で、あとまあこいつと連なってるのが、連なってるというか、まあ類似系のモンスターが、うん、モンストレッド。そう、モンストレッドです、ね、すっげー初期のモンスターですね、うん、あいつがあのドラゴンキラーを持ってて、はい、ハーレー X の進化と SS の倍率が一緒なんですよ、うん、強いね。なんで SS ドラゴン族に対してだったらクソ出るんですよね。なんでモンストレッド、うん、かなりいいですね。まあそれ自分ちょっとすいません、うん、持ってないんですけど、うん、自分はもうモンストレッドがかなり来るんじゃないかと思ってます。あとこいつ、はい、まあ、重力だったらね、全然ワンチャンこいつありますね。確かに、うん、こいつファイターかもしれないですもんね。そうそう、うん、うんうん、ちょっと突っ込んでもらっていいですか。ね、百裂相手はい、はい、百裂相手、うん、これ地味にいいっす、うん、地味に近くの敵にね、ガンガンでも飛距離めっちゃ短くなかったっすかこれ。短い短いこれ干渉用っすよね、まあ、うん、あれでもね、うん、スーパーオリムソン何回も言うけど強い出たスーパーオリムソン。これね、パワー型とは思えないほど減速しないんですよ、はいはい、うん、しかも割と出すんですよね。普通のそうそう貫通タイプぐらい、うん、貫通タイプというか貫通変化とね同じぐらい、うん、シャキシャキできるんで、これ強いっすしかも友情にキラー乗るじゃないですか。そう、乗る乗る乗るっすね、やばい。でもまあワンチャンある、うん、ワンチャンある。でね、あとこいつも自分ね、いいと思ってる。はいはいはい、アスカ。これ持ってる人いないでしょ。これはね、すいません、ちょっとね、うん、持ってない人いないかもしれないですけど、まあヒットポイント、これはね、ランダで長距離本命になるんで、はい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 、もしかしたら、で、そう、あ、これね、あれだ、レベル1だから。あー、そっかそっか。極みにしたらね、ステータス高いですよ、星5にしては。そうそう、そっか、コラボキャラっすもんね、うん、そう、だからね、うん、あとボーレーもかなりいいんですよ。でコラボキャラの進化前はね、めちゃくちゃ強いですよ。そう、うん、でも、もうまず持ってないでしょ。まず持ってないね、うん、まあ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 、持ってる人あれしちゃう。自分が押すのあれ来ました。まあ自分もこれ、うん、これはね、こいつ今のところそのガチャゲンの進化前じゃダントツかな。そう、ドンとこいつやばいこいつやばいこいつも新跡並みにやばいね、うん、スピードアップ、うん、まあ、これはね、星6じゃないんで、もしかしたらね、スピードアップといえどその中で倍率はちょっと変わってくるかもしれないけど、号令だから、号令。これしかも 1.5 倍かな、確か。尿意棒だから尿意棒って何も関係ないですよね、号令、はい、意外に亡霊しっかりしてんじゃん、うん、これなんか悟空感ありますよね、進化感覚より。こいつも入れるかもね、うん、初見とかだったら、うん、こいつのちょっとついてきたいですね、うん、そうだね。だから悟空ね、うん、まあちょっと今ね、この星5、6で進化前で撮ってる人はなかなかいないかもしれないけどね、被、うんね、らない限りやっぱ育てちゃうのであるんで、うん、いいね、ちょっと贅沢な提案にはなるかもしれないですが、うん、はい、まあ、ただね、今回ストライカーズコレクションとかでね、そうそう、引いたっていうのをわざとね、そう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 、こいつ、こいつあと来た、これね、結構ね、そう、こいつも割といい、これもそう、今レベル1だからちょっと捨てはね、はいはいはい、出てないですけど、ロックオンワンウェイで、結構多分、うん、どんぐらいか、でも1万は超えるだろうね、多分、あ、超えるかな、まあ9000ぐらいかな、まあ、そも前後行くかもしれない、まあ、そうそう、いく、強いと思います、うん、普通に今、放題、さっきのね、なんだっけ、クマさんスターマインのキャラクター、そっち覚えてるそっち覚えてるんですね、クマさんスターマインのキャラクターのギミックついてる版みたいな感じなんで、はいはい、普通に放題として使われても、確かにね、威力的にはクマさんと一緒ぐらい上がれます。あとは進化前ですね、はい、まあ、SS が若干使えないかなぐらいかな。そう、超費どうなんだろう、うん、確かに超費見てないですね。マインスイーパーなんだ、ああ、微妙だね、微妙だね、はい、うん、ナウシカさんのあれはないんですか、イザナミ、イザナミ、あ、ごめん、もうちょっと待って、下の方で。でもね、ないんだよ、うん、どっちにしろ。あ、ないんですね。そう、あと意外にこいつ
はいはい、進化前飛行アンダメだったんだよ、あイブね、アビリティ優秀だなと思って、うん、イブいいですね、そう確かに、これスピードアップも割と出せるんじゃないですか、うん、だから、うん、ね、まあ、そこまで最初にね地雷ダメオでえぐくはなんないと思うから、うん、あれだけど、意外にこいつアビリティいいと思って、ありそうだな普通に、マジ、うん、普通にある気がする、だってキュベレーがあれでしたよ、あてか確かにね、うん、まあイブもだからね、はい、そうなれば確かに、そうしたらね強いですよ、イブちょっと活躍できたら嬉しい、イブよくよく見るとめちゃくちゃ可愛かったんですよ、はい、あとね地味にこいつ優秀だから、こいつね、まあ、こいつも持ってる人はね、うん、かなり少ないと思うんで、こいつ俺持ってないし、こいつ結構やばい中段階に育ててるけど、うん、飛行アンチュークのスワビで ね毒だから、うん、そう、こいつなんか出た時からね割といいって言われてましたよ、ね、うん、両レースモンハンコラボのね、うん、はい、まあ、モンハンコラボとかまた来てほしいな、そうこいつ良かったな、うん、はい、で、まあ、ここからやったらあれかな、ちょっと現実味があるこいつ、はい、はい、来ました、貴族性キラー熱き遊撃こいつしかもね、うん、このマーダーブーストすぐ撃てるから8だなこれ、8なんだよマジで、これ絶対こいつねワンチャン全然ある、へーすごっ、ギミックなかったらもうやりたい放題だと思う、やりたい放題だね、うん、これでもね魔法陣とかも結構対策できる、対策できるからね、もしね魔法陣出たら、うん、ガンガン使ってくるんで、ね、魔法陣出てほしくないけどねで録音衝撃波も ね、そう、はい、まあ、パワー型だから威力低いですけど、うん、無駄にはなんないからね無駄に遊撃もついてるしねそういやアスモデウスは全然ね、うん、活躍できると思う、じゃこいつも結構活躍度数高いです、アスモデウスはさすがに皆さんね、うん、ちょっとまあ持ってる確率は高いと思うんでね、うん、さっきの ね、あれに比べればデイトに、まあ、これを機にね育っといていいと思います、そう、はい、アスモデウス来た、はい、来たこれね、イザナミ、まあ育ててないですけど、うん、イザナミ進化前持ってる人はね、うん、育てておいた方がいいと思うんですね、はい、これね強いっす、はい、これ割と強いんですよ、うん、特にあとね、まあ、はい、タス修正がね、うん、ある前の育ててる人とかはもう本当いいですね、内部値振ってますからね、そう内部値高いんで、うん、で内部値一番高かったのは多分イザナミなんですよね、イザナミかなり伸びしろがあったんで、うん、相当結構ね、うん、ステータス高かったですね、自分もそれ、うん、アバロンに使っちゃったんですけど、うん、我慢できなくて、あ、そうだ、そうですね、だから今普通にこのまあ、うん、もうタス触れないやつしかいないんですけど、うん、イザナミ普通に使えると思うんでね、余ってる人はぜひ育ててね、星音語でね結構メテオが少ないんで、そうそう、うん、メテオ役とかでも使えると思います、うん、でこいつ、はい、これも鉄板だね、鉄板だね、うん、 鉄板だ、まあ、こいつも、孫悟空と一緒でね、うん、号令持ってます、号令持ってます、友情ちょっとね、うん、もうスズメの涙ぐらいの威力だと思うんですけど、うん、でも背高いっすこいつ、そう背高いし、うん、だから龍馬もね、まあ、一応昔からいるんでね、うん、もうかぶって育ててないやって人は、うん、こっちをね進化前を 育てるのはいいと思いますね、龍馬いいよ、そうで本当これからね、うん、進化前のあの選択肢も増えたから、それすごいと思う、うん、ちょっと面白いですよ ね、うん、すごいと思う、でもただそのガチャ引いてない人ってあの星5持ってないじゃないですか、 その進化前とかで、そうだからそこのちょっと差はちょっとつけないでほしい、確かにね、こいつはどうでもいいか、はいはいはい、あといるかな可愛かったなちょっと、うん、ああ真田か、まあ、ダメっすね、真田は確かに大事ってことだ、ちょっとじゃあはいはいはい、はいね、あ、敵ユニバだったら、あユニバだったらね、ユニバだったユニバだったらこいつ強いよユニバだったらね紹介する意味ないレベルにユニバじゃないと思うけど、うんうん、チャーチル、はい、うん、チャーチルね、こいつでもなんかで強かったんだよね、なんか言ってた、使って木のとかエイロバだエイロバでクッソ強いっっ俺の意見台無しにしてるあ、ごめんあ、そうだ、エイロバでは強いって言われた、うん、そうそう、はい、で、まあ、うん、こいつですよ、はいはいはい、運枠だったらね、いや別に持っていいでしょ、90 いやでもやっぱこいつ、うん、でもやっぱそう、今運90にね、うん、やっぱなりやすいのはガチャ引いててなんか余っちゃったのはなりやすいけど、うん、結構実際に 日のね、はいはいはい、星4号運90イベクエで作りましたってなかなかないと思うんですよ、うん、ないですね、確かに、うん、特に ね、あのなんだろう、ガチャ普通に引いてる人はそれこそやっぱもうそういうの作んないみたいな、はいはいはい、めんどくさいやみたいなね、うん、やっぱ究極回るしみたいな感じで作んない人多いと思うんですけど、うん、今回は運極詰めないですからね、詰めないす、はっきり言って だ、ね、だからもうハイランドスカルトロンが集める場合は90で集めるしか、90でね、多分ない、そうですね、まあ、今それしか見ちゃないです、ね、の情報ではそれしかないんで、うん、もうレチリでしょう、はい、レチリやばい、このハイフン見て、アビリティハイフンこれハイフン、アビリティハイフン、アビリティハイフン、じゃあアビリティなしではないんです、なしではない、一応ハイフンがある、一応ハイフンがある、どういう効果持ってるんですかこれ、ハイフンのいいアビリティハイフン、そう、まあ一応ね、うん、爆発持ってますから、そうですね、ね、
さっきのね、あの6オマーウェイ勢と組ませれば、すみません、うんね、意外にいけるかもしれない。でも6オマーウェイ3500まで威力落ちるってことでしょ。確かに爆発の方が強いし、はい、まあね、でも持ってる、ね、でもこれはね、持ってる人多いと思う、うん、多い ね、これは多いでしょ、これは多いと思う、まあ、最近ねレチリ作るのはあれかもしれないけど、うん、確かにね、まあ、でも最初に選べる1体だから、ね、そうそうそう、進化すればいいし、そうそうそう、まあね、皆さん持ってたら、ね、はい、育てろとまでは言わないけど、うん、まあとりあえずじゃあ今ね、うん、まあ、本命のね貴族性の使えそうな星子モンスターちょっといきます。じゃあ最後はちょっとね、はい、いや、あ、一応まあ水除いて、はい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 、木と光、はい、闇でやるわ、闇、はい、闇でやります、はいはい、のちょっとおすすめをね、うん、おすすめのね、はい、来た来たやつじゃないですか。僕もすいません、こいつ、うん、これね、これ、いや、これ、これじゃない、うん、これかな、これかも、これじゃんこれかもこれじゃん、うん、これだよ、これね、育ててる方にしよう、ドラゴンキラーのボールね、うん、斬撃、そうですね、うん、がまあ強いの、そう、まあ、でもねこの子ねスピード400超えるんですよ、うん、で400超えて、でキラー発動で攻撃力が2万4000ぐらい、そうなんで星6くらいのスペックで戦えるんですよね、ドラゴン相手だったら、うん、だから16バリアだったらね、確かに、まあこいつ今回の一応まあゴールディバルディでもね、うん、あの使えなくはない、使えなかった、使えなかったんだけど、まあちょっとハイランドスカイドラゴン次第ですかね、はい、全然ある、ワンチャンはある、どれぐらいのクエストかにもよります、そう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 、まあ、重力だったらねこいつは入れてきたいね、確かに、うん、はい、とまあこれもね、うん、あれや、まああと次こいつ、はいはいはい、こいつね、やばいな、マジこいつもやばいね、トリプルアイビー、こいつの SS ね、このライトニングプラスマね、ほんとやなんかねやかましいなんかやかましいんですよ、この SS、うん重ねるとか間違いないですか、まあ、なんかね、こいつもでもね、はい、あるね、まあ妖精、ね、妖精も魔王っぽい草もあるからね、うん、はい、確かに、こいつ、うん、はい、こいつ、こいつちょっとね、こいつやばいな、キラー、もう、うん、V の要素が見当たらない、キラーキラー、うん、確かに V の要素が見当たらない、V の見当たらないけど、なんか今まで一応ね V ジャン系のコラボのモンスターだけだったんですけどね、うん、この V の先輩特許だったんだけど完全にぶっ壊して完全にセイントセイヤーがぶっ込んできたね、うん、こいつ脳筋ですね、ただの脳筋、キラー2つ、うん、確かに、さすがにね神侍はないと思うんでね、でちょっとないかな、んちゃらドラゴンで侍とか言われたら発狂もんよ、こいつ、こいつ普通にアンチラアンチワップいい ね、 そうですね、確かに普通になんか、うん、アビリティタイプよりいいす、ね、使える、確かに、ハイフンよりはいいです、うん、いやちょっとこれダメだな、うん、多くなるんでこれまたちょっと演しますわ、うん、はい、で、まあ、最後でもちょっとだけ、うん、あと 2体だけ、こいつ2体お、うん、これね、使ったじゃん、エルパで。そうだ。そう、エルパとね、前動画見てもらったら分かると思うんですけど、はい、ドラえもん、進化後もすごい強いじゃないですか、今ね。うん、強いね。そうそうそう、今ね、みんな勢いあると思うんですけど、進化前もこれ強いんですよ。はい、貫通ロックオンなんで。やばいっすね。アビリティも、アビリティじゃなくて、ステータスも別にね、そこまで、で、ボーレ可愛いしね。ボーレ可愛いですね。なんかもう、これ見てると戦う気あんのかってなってくるね。こいつはね、違う奥場所違う、こいつはね、はい、いいと思う。いいと思う。うん、はい、まあ。ドラゴンでもいいですよ、ね。そうそう、ドラゴンいい。貫通ロックオンが結局ザコ処理能力高いから。でまあ最後はね、すいません、ちょっとね、はい、僕のね、どうしてもおすすめしたい、ちょっとね自慢入るかもしれないですけど。まあ、過去からやってる人以外は多分ね、多分できないと思うんですけど。こいつ。はい。こいつ。マクシナダ。うん。クシャナダもね、育てておくのはいいですね、はい、もう多分星5唯一大号令じゃない、うん、これ大号令なんですよ、大号令ですそう大号令大号令なんですよ、はい、だからクシャナダも絶対育てておけばいい、うん、この子はね間違いないね、でプラズマだから、はい、プラズマそうこいつだけね一人なんか星6のスペック与えられてるから、でしかも、うん、この自分のやつはねもう多数修正前に何回も言うんですけど、うん、太いやつなんで内部値高い、内部値高い、だから実際この数値以上の、うん、ダメージを敵に与えることはできる、はいはい、なんでね、これ今ステータス、コーナーステータスだけど、そうそう、タス振ってあるんですよ、多分まあ3000ぐらい上がってるかな、うん、感じです、ね、そうですね、内部値は入ってます、そう、クシナダ、まあでもクシナダはね、うん、絶対させた方がいいと思う、絶対させた方がいい、間違いない、進化前クシナダは絶対に取っていた方がいい、うん、こいつはこいつ結局クシナダだから、間違いないやつだと思うんで、ね、うん、星51位と言ってもいいぐらい、うん、こいつ強い、そう、まあ、あとはストリートファイター系がちょっと強すぎるんですよね。そうですね、そう、ストリートファイター系はね、マジでまあ、今回水なんでそう、うん、チュンリー紹介できないけど、うん、チュンリーとかマジやばいからね。やばい、ストリートファイターはやばい。はい、まあ、ちょっと、今回一応ね、うん、ハイランドドラゴン用で、はいはいはい、まあ、非属性を中心に、うん、おすすめ、ね、おすすめやってきたんですが、今後ね、ちょっと多分、はい、
来るよね。これ今後多分ね、うん、多分制限で来ると思う。そうそうそう、もうねこれを皮切りにどんどん星5制限が常時降臨並みに増えてくる可能性が大いにあるんで、今後まあそれがね増えてくればちょっとねまたこれまでみたいにランキング形式とかね、あのそういう感じでちょっともう少し今まで以上にあの絞ってねピンポイントであの紹介していこうと思うので、そうですね、まあ、今回はちょっと、はい、使えるんじゃないかという、まあ、期待込みで、ご紹介ちょっとしてみましたね、はい、あと皆さんもねこいつ使えるよっていうのがあれば、ねはい、あぜひ、ね、それ教えてほしい。僕らももう全然、うん、星5、4号に関してはね、うん、全く分かんないですから、そう全然知らないんで、ぜひ、ね、ちょっと教えていただければと思います、はい、コメントで、はい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 、じゃあ今回も星5の紹介はい、あの、はい、チャンネル登録ね、はい、ぜひよろしくお願いします。ツイッターも僕らやってるんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回も、はい、ゲームズ港区 RPG スタジオ2からお送りしました、はい、ナウシカノでした。シロでした。おはようございます。ありがとうございました。